どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちらの SPG アメックスをね保有している方で、特にねプラチナステータスの使用をしていないのにですね、プラチナステータスが付与されているっていうことがね分かりましたので、本日はですねこちらについてですね解説やっていきたいなと思います。ということで、今回の動画ね、かなり短くなってしまうかもしれないんですけども、1月の27日ぐらいからですね、このプラチナステータスにですね、特にプラチナチャレンジとかね、してなくて、ゴールドステータスの方がですね、急にね、プラチナステータスになっているっていうね、現象が見られたんですよね。で、これがですね、1人2人じゃなくてですね、かなり多い人数の方がですね、このプラチナステータスに、ね、なっているっていうことがありまして、でですね、ツイッターでね仲良くさせていただいているハヤトさんっていうね、ポイントとかマイルとかのブロガーの方がいらっしゃるんですけども、まあハヤトさんのねブログは概要欄に載せておきますので、気になる方はねぜひチェックしていただきたいなと思うんですけども、こちらのハヤトさんもですね、特にねプラチナチャレンジもねしてないのに、昨日ねプラチナステータスになったということで、でこのハヤトさんはねもう実際にプラチナステータスになってですね、でこれがどうなってるのかね、まあ、よくわかんないじゃないですか。ということで、このハヤトさんがですね、このマリオットボンボイデスクにね、確認をしていただいてですね、その回答をですね、ちょっと YouTube の方にね、話していいですかっていうふうにね、許可をいただいて、今回ね、話させていただいてるわけなんですけども、こちらですね、内容としては、まあ、隠れキャンペーンみたいな感じで、昨年のですね1月から11月の間でですね、 SPG アメックスをですね400万円以上ね決済していただくとプラチナステータスをね付与するっていうね、まあ、こちら特別プログラムみたいなのがね隠れキャンペーンみたいなのであったみたいなんですよね。でこのプラチナステータスはですね、まあ、400万円以上決済した方にですね1月の25日付だったかなで付与されているっていった形になりまして、有効期限はですね2023年の1月末までね利用することができるそうなんですけども、まあ、こういった形でですね SPG アメックスね保有されている方で、なおかつですね昨年の1月から11月のね間で400万円以上ね決済していただいた方はですねプラチナステータスに、ね、なっているっていった形になるんですよね。おそらくこちらはですねツイッター上でもこのキャンペーン自体がまあ、先日ねプラチナになってるみたいな感じで、まあ、結局キャンペーンだったっていう話なんですけども、おそらく事前公表はされてないキャンペーンだったと思うんですよね。まあ私もね昨日までねこの話全く知りませんでしたので、おそらく隠れキャンペーンみたいな形で、まあ400万円以上ね決済した方にですねプラチナステータスね付与したみたいなね、まあそういった感じなんですけども、まあ SPG アメックスですね決済集められてた方ですね、またねプラチャレとかですねプラチナステータスはね自力で保有されてない、まあゲットされてない方はですね、まあ非常にラッキーでしたよね。いや今までですねもう SPG アメックス私発行して結構経ちますけども、この決済額に応じてプラチナステータスを付与するみたいなね、まあ、そういったのはですね今まで1回もありませんので、いやかなりねびっくりしたわけなんですけども、まあでも相当ラッキーですよね。ということなんで、まあこの特別プログラムね、今回あったこのキャンペーンみたいなの、隠れキャンペーンみたいなのは2021年にねあったキャンペーンということで、今年ねまたあるかっていう話はですね正直わからないそうなので、まあ、ひとまず去年あったキャンペーンって言った形になりますんで、今年に関してですね、まあこっち決済集めて来年プラチナになれるかどうかっていうのはですね正直わからないわけなんですけども、まあでもこれ一か八かね SPG アメックスにね決済集めるっていうのもですね、まあいいんじゃないかなというふうに思いますよね。いやねすごいですね。今後ね、この SPG アメックスがね、どうなっていくのかね、ちょっとわからないですけども、これはどうなんですかね。まあ今回これ隠れキャンペーンみたいなのでありましたけども、まあ今後こうなっていくんですかね。まあちょっとね、隠れキャンペーンみたいな感じで非常に面白いですよね。まあヒルトンアメックスってあるじゃないですか。あっちはね、決済額積むとダイヤモンドになれたりするんで、今後ね、もしかしたら SPG アメックスもですね、年間何万円以上使うとプラチナ付与しますみたいなね、まあそういった感じになるのかもしれないですね。まあ今回のこのキャンペーンもね、事前に公表すればね、かなりの方がね、狙ったと思うんですよね。ですけども結局、
公表はしなかったんで、まあ増えすぎると困るみたいなね、そういったのがあったのかもしれないですけども、決済額でねプラチナステータスになれた方はねかなりいいですよね。ということで今回ですね、 SPG アメックス保有者にですねプラチナステータスを付与しているっていうね隠れキャンペーンがねありましたっていう話でした。今回ねこのキャンペーンに乗れた方ねかなりラッキーですよね。しばらくですねマリオットボムのアプリねチェックされてない方はですね、ぜひねチェックしてみていただければなと思います。おそらくねあのマイページのところにねプラチナステータスにね400万円以上ね決済されている方はねなってるかなと思いますので、ぜひねチェックしてみていただいて、いやー慣れた方ね非常にいいですよね。まあ今回ねこの400万円以上決済してねキャンペーンありましたけども、まあ今後ねこういったのがあったとしてもですね、私は年間400万円も決済できないんで、まあプラチナ取るのはね宿泊して達成するしかないんですけども、まあでも今後もしねこれが継続ねもしまたあったらですね、まあいいですよね。まあ今のところね、マリオットボンボイのプラチナステータスっていうのは、まあ、宿泊するもしくはプラチナチャレンジじゃないと、あの獲得することねできませんので、まあ400万円とかね、結構高額決済を積める方だったらね、かなりステータス取りやすくなりますもんね。とはいえ、まあ今回の話はね、まあ昨年だけのキャンペーンっていう風になりますんで、まあ今後もしかしたら変わっていくのかもしれないですね。ちなみにですね、私もね、アメックスの営業担当してもらってる方にね聞いたりしてるんですけども、まあ、今のところ回答は来ておりませんので、まあ多分ねこちらはマリオットボンボイ独自でやられたんですかね。まあなんか決済積んでるのは SPG アメックスなんで、なんか情報持ってんのかななんて思ってたんですけども、まあ今のところね回答来ておりませんので、多分知らなかったっていうか、まあその営業の人たちにもね公表されてなかったのかもしれないですね。ということで今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。